今回のテーマは、近代、日清戦争、立憲国家成立4です。それでは始めます。1。1880年に公布された法律が無期延期となった。この法律は何という？民法。2。民法の法典を起草したフランス人。ボアソナード。3。民法の法典をめぐって反対、賛成の意見が戦わされた。民法典論争。4。民法入れで、中高滅ぶ、という論文で、民法の施行に反対した法学者は誰？ホズミヤツカ。5。家長権は法権の異物、とし民法の施行を主張した法学者。梅健次郎。6。家族の統率者の権限。古紙研。7。大日本帝国憲法発布の翌日、政府は政党の外に立ち、公正の道を取るべきことを示した。これは何？超然主義。8。超然主義の演説を行った内閣総理大臣。黒田清隆。9。1890年に最初の衆議院議員選挙が行われ、議会が召集された。この議会を何という？第1回帝国議会。10。第1回帝国議会時の内閣総理大臣。山形有朋。11。最初の議会から日清戦争勃発直前の議会までは混乱していた。この時期の議会を何という？初期議会。12。初期議会の際、衆議院で過半数を占めた反政府勢力、また政府勢力。民党、離党。13。第一議会で、民党勢力はスローガンを掲げた。このスローガンを何という？政費節減、民力休養。14。大井健太郎らが中心となって自由党が再建。この再建自由党の名称。立憲自由党。15。第二議会で、政府が提出した軍艦建造費を含む予算案は民党により大幅に削減され、政府は議会を解散。この時の内閣総理大臣。松方正義。16。先頭に立って民党に対する大規模な圧迫を行った内務大臣。品川彌次郎。17。1892年の総選挙での一連の政府の圧迫。選挙干渉。18。第一次松方正義内閣は、第三議会を乗り切れずに総辞職し、実力者を閣僚とする内閣が成立。第二次伊藤博文内閣。19。内閣は明治維新以来の実力者を要したために何内閣と言われたか。元勲内閣。以上が近代、日清戦争、立憲国家成立4でした。次回は、近代日清戦争、立憲国家成立5です。お相手はヨウムちゃんでした。以上です。それではまた来週。